はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムエコーズでは前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえずヌイババの館で、ティータが仲間になりましたので、ちょっと装備を見てみましょう。何も装備してねえんか。指輪系だな、魔導士だと思うんで。あ、魔導の指輪とかあったね。魔導の指輪はクリフに装備させよう。ちょっと待って、先にクリフにして魔導の指輪で、そこからティータ。あ、速さの指輪とかもあるんだね。あ、移動力も上がるんだ。なるほど。ちょっと速さの指輪にしようか。よし、これでいきましょう。じゃあアルムでどんどん進んでいって、こっちか、リゲル平野、リゲル平野の戦い。ジークがいるって言ってたよね、ジークが。ジェローム様、まもなくソフィア解放軍がこの平野に到着します。ふん、気負ったか、ソフィアの田舎者どもが。おい、ジーク、ジークはどこだ。はい、お呼びですか、ジェローム様。まもなくソフィアの連中がこの平野にやってくる。迎え撃つ準備をしろ。くれぐれも変な気を起こすなよ。わしに逆らったら分かっておろうな。もうジェロームは見た感じの嫌なやつで、ジークは見た感じのイケメンだね。もうそのまんまだ。一応マップを見て、すげえ固まってんな。ジェロームゴールドナイト、金持ってね、金。ジーク、みんな騎馬兵軍団か。ってことはやっぱりナイトキラーが役立ちそうだね。ちょっとティータ孤立させると怖いな。少し後ろの方に置くか。こういう広い平原のところはね、確かにね、騎馬兵が一気にね詰めてくるからな。それもまた怖いんだよね。そこに声届くのか。ソフィア解放軍の人たちに助けてもらったの。ジーク、私はもう大丈夫だから、ジェロームの言うことなんか聞かないで。ああ、ありがとう、ティータ。我が部隊はこれより攻撃目標を変更する。全軍、ジェロームの部隊に突撃せよ。おお。なんだと、わしを裏切るというのか、ジーク。あの娘がどうなっても。彼女は解放された。もうお前に従う道理もない。お前は領民を踏みにじり、ティータの身を危険にさらした。その罪の重さを知るがいい。緑軍か。ってことはこいつらはな、完全に戦闘態勢に入るはずだから、任せてくれ。早々に進めよう、うちの騎馬部隊も。よし、行こう。ロビンも進んじゃっていいよね。お任せください。ルカがな、やっぱり機動力がないっていうところがね。クレアも先に進めていこう。いつでもどうぞ。ここら辺はまだ全然大丈夫だよね。めっちゃ進めんな。もうこれはいきなり戦闘だな。一応両方リゲル帝国軍か。こっちやられたな。まあしょうがない。部隊数としてはさ、そんな変わんないからね。えたい。いや強い、ジェロームは普通に強い。いやー、敵の方が強いね、基本的には。魔導士を狙ってくれるのはね、結構助かる。そっか、棒ないとか。おい、大丈夫か、ジーク、お前。おい、マジかよ。減らされすぎだろ。これはちょっと早々に型をつけないとまずいかな。やはりジェローム危険だよな。棒ないとは棒ないとに
任せるか。ロビン、ここから撃てる？ハンターボレーは？よし、もう減らしちゃおう、ハンターボレーで。いくぜ。お、これはクリティカル。いいね。マチルダはもう前に出して大丈夫でしょう。倒せるやつを倒す。目障りだ。行ける。この勝利をお前に捧げよう。エフィも遠くから狙っていくか。決まったな。怒っちゃった。なかなかやるじゃないか。でグレーは遠距離では攻撃できないから、アルムも弓があるとはいえまだ無理か。クレアもちょっといけないよね。ちょっとさすがにこいつらを前線に出すのは怖い。騎馬兵が大活躍するね。しかもこの緑軍を相手にしてくれるからすげえ助かるんだけど。あとこいつが死なないこと。あれ、ボーナイトが先か。ジーク適当に、そうそうそう、ザコッパを相手にしてりゃいいんだお前は。ルカはいけないか。やはりジェロームは強いんだよね。減るのは減るな。ハンターボレー使ってこう、クリティカルも叩き出せるからね。ハンターボレークリティカル、強すぎるこいつマジでロビンとか何者だよ。なぜだ。私は貴族だ、将軍だ。なのになぜお前らなどに。レベルアップ。よしよしよし。俺なんか強くなってね。いやめちゃ強いよ。スピードがな、上がってほしいな、もう少し。よし、金貨をゲット。私も見習いたいな。ま、あとは倒せるやつを倒していこう。なんかアルムさ、馬に乗ってないとさ、なんかしょぼい感じがするんだけど。今のはいいな。クレア38だからこっちの方がヒットポイント多いね。ナイトキラーはやっぱりいいね。特攻は強い。何か感じたのですけど、気のせいですわね。スピードが、まあ、上がったのは良しとするか。で遠距離からちょっと減らしたいけどな。アルクバリッサこれすごくね。まあ6使うけどね。ちょっとゴールドナイトさすがに硬いか。クリティカルが出たとはいえ24ここでマチルダにするかグレーにするか。マチルダでいこう、レベル的に。いや、ジークが裏切ってくれたおかげで超楽になったわ早い早い。これが我々の実力だ。最近ルカとかね活躍してないよな。アルムか、ティータのこと改めて礼を言おう。ジーク将軍、あなたはこの戦争に反対していると聞きました。どうか僕たちに協力してくれませんか。僕たちはいたずらに戦果を広げたいわけじゃないんです。その問いにはここでは答えられない。この先に村がある。そこで君たちを待とう。では失礼する。あ、村か。あ、こっちね、リゲルの村。
おっさんと話そう。ああ、あんたたちか。関係するぜ。ソフィア解放軍だって関係ねえ。あのジェロームをやっつけてくれたんだからな。あいつは恐れ山のヌイババと組んでやりたい放題だったんだ。皇帝もドーマ教団も誰も助けてくれなかったが、ジーク将軍だけは俺たちのために戦ってくれた。どこの誰かなんて関係ねえ。あの人は立派なお方さ。だいぶ政治的に腐敗してるね。調べる。ブドウ畑があるね。ブドウって畑でなるの？いやよくわかんないんだけどさ、農作物のことは。小麦粉。ここはこれだけかな。どこ行く？民家1。来たか、アルム。ジーク将軍、先ほどの話やはり難しいのですか？ジェロームを撃ってしまった以上、私はもう逃げる軍にはいられないだろう。しかしだからといって君たちに力を貸すわけにもいかない。私は自分が何者か知らない。過去の記憶がないのだ。え、記憶が？ああ、分かっているのはひどい傷を負ってこの国に流れ着いたということだけだ。しかしそんな私を救ってくださったのはルドルフ陛下だった。素性を怪しまれ投獄された私に名前を与え取り立ててくださった。私にとっては父親にも等しいお方だ。結果的に裏切るような真似をしてしまった。君たちにつき陛下に仇をなすようなことはできない。そうですか、ルドルフ皇帝がそんなことを。わかりました、無理なことを言ってすみません。いや、待ってくれ、アルム。え？アルム、君のその左手のあざは？これですか？何かはわかりません、子供の頃からあるんです。そうか、ルドルフ陛下はかつて私にこう言われたことがある。左の手に十字のあざを持つ者あらば、その者に全てを捧げ、その者こそリゲルを、そしてこのバレンシアを救う選ばれし者なりと。え、それはどういう意味ですか？私にもわからない。だが君がそのあざを持つ者ならば、これは陛下の恋した。アルム、私は君に従おう。仲間にしますか？これ毎回毎回さ、選択肢が出てくるんだね。一応ジーク見てみよう。ゴールドのナイトか。ってことは槍がね、ちょっとね不足してるんだよね。手槍が欲しいんだよね。手槍が、タイマーの力を持つ槍って言ってもね、アルムの方はあんまりモンスターが出てこないからね。とりあえず鋼の槍にしておくか。まあ一応ここら辺を調べると、ブドウ酒があって、他何か、これはニンニクか。食べ物かっぱらってばっかだな本当にこいつら。じゃあこっちに行きましょう。広場。男性。ソフィアは嫌いだが、あんたたちには礼を言うぜ。え？なんで嫌いなのかって？だって俺たちは汗水垂らして痩せた土地を耕しているっていうのによ。あんたたちはミラ様の恵みだかなんだか知らないが、ろくに働きもせず遊んで暮らしてるんだろう。まったくいい気なもんだよな。そうなの？学者風の男って、学者風ってことは学者じゃないの？アンブロシアという食べ物、神々の、食物と言われる大変貴重な食べ物です。一説ではリゲル帝国のどこかにある賢者の里での実作られる。しかし私は長年の研究により謎に包まれたアンブロシアの製法を発見したのです。どうです、あなたも食べたいでしょう。なんか持ってこいって言うね、ほら。材料は発酵乳、ドーマの苔、そしてオレンジ。
オレンジとかがさ材料なの。親材料が足りませんよ。ドーマの苔が多分ないんだな。ま、手に入れたらここに戻ってくるということを覚えておこう。まあ、多分忘れるけど、特に何もないかなここら辺は。ここは鍛冶屋か。鍛冶屋は多分いつもの通りの鍛冶屋だと思うから。女性、ジーク様には昔の記憶がないんですって。ひどい傷を負って海岸に流れ着いたのをティータが見つけて解放したの。ジーク様ってほらあの顔じゃない。ティータもあっという間に。まあ仕方ないわよね。まあイケメンは得ってことだな。畜生、あんたたちリゲル城へ行きなさるのか。そうか、陛下のためにもそれが良いかもしれんの。だがこの先は呪われた竜の山じゃ。資料が無限に湧き出るとも言われておる。おまけにしょっちゅう噴火で道が塞がれるからの。ろくでもねえ山だな。ドラゴンゾンビが出るってこと？だったら聖なる剣を装備させた方がいいかもしれないけど、どうしようかな。聖なる剣で聖なる槍の方か。まあとりあえず鍛冶屋に行こう。あれ人がいる。あれこっちが亭主。竜の盾、物理にも魔法にも高い防御力を持ち、おまけに傷まで直しちまう最強の盾。竜の盾の作り方を受け継いでいる。ほうほうほう、竜の鱗が必要。1枚じゃ足りない、4枚は欲しい。最強の盾、竜の盾を作ってやるよ。4個渡しますか。ないよ。何台足りないじゃないか。そもそも今何個あるのかが分からん。道具袋、まあこれは多分こっちだよね。アルム軍とさセリカ軍合わせれば4個とかいくのかな。なくね。1個もねえんだけど。これこっちか。どこを見ればいいんだか分からん。なくね、本当にない。アルムは持ってませんと。いらっしゃい。とりあえず223円の金貨が2つ。いや勇者の剣は強いからな、買いたくはないんだよね。王家の剣、王家の剣強くしたいんだけどね。金貨を使うんだよね、金貨を。攻撃力9、命中が5上がって必殺も上がるか。ただな、ちょっと他のにつぎ込みたいといえばつぎ込みたい。ナイトキラーここまでやるとめちゃ強くなんな。聖なる槍か、これ1段階だけ鍛えられてるね。ドーマの槍、強くなるは強くなるけど基本的にもう金貨を使うことになるね。金貨が貴重なんだな、やっぱり。サウニオンとかね、いやー射程3でさ威力10のこの強さだったらな。ありがとうよ。まあとりあえず金を貯めておこう。俺はね割りかしね、こう溜め込む方なんで、溜め込んで結局使わないっていう。そういう感じになる。どうしたんだアルム。あ、うん、僕のこの左手のあざって何なんだろうって思って。ああ、あのジークが言ってたバレンシアを救うってやつ。またすげえ使命背負わされちまったな。そうだね。え、もしかして本気にしてるのか。あ、いや、信じてるわけじゃないけど、でも少なくとも今の僕らはソフィアを救うためには戦ってる。それがバレンシアを救うことにつながるのかなって思ってさ。まあそう考えりゃその通りかもな。そういえばセリカにもあったな、その技。あ、じゃあセリカもこの世界を救う選ばれし者ってことか。お前たちが出会ったのも運命なのかもしれねえな。運命だからいちいち本気にすんなって。言った俺が恥ずかしくなるだろ。あ、ごめん、そうだよね。でも僕とセリカの出会いが運命か。
それは信じたい気がするな。で、あとはアルムもだいぶ減ってきたね。マグナムとかね、強そうだな。ミウラでルドルフか。セリカの方はだとこれだけか。もう一回くらいアルムで進めてからセリカの方に行きますか。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。